ちょっと休憩で、市原、サービスエリア泊まります。はい、チャキタンです。今日はちょっと立山の方に現場の調査でちょっと行くんですけども、ちょっと測量があって、ちょっと今日はゴーツさんの方にお手伝いに来てもらったんですけど、ちょっとこの格好ないっすよね。ゴーツさん、上着ってそれですか？動き行ってこいっつったから上着着ていた。いやいやいや、まあそうなんですけど、まあお手伝いってことでちょっと、はい、お願いします。一応でもあれなんですよ、仕事ちゃんとした仕事なんで。いい仕事だったら、ちゃんと仕事汚れないでしょ、はい、だって汚れはしないですよ、はい、僕がちょっと手元やってもらえればいいんですよね、今日は。まああとでも何十キロ、70キロぐらいです。立山なんですよ。いいじゃん、だから海があるっていうからさ。ああはい、まあ、車まで出してもらって、まあ、ありがたいんですけど、ちょっと現場に行く車じゃないですよ。遠いから俺に運転させようと思って呼んだわけでしょ。いやいやいや、そんなことはないですよ。そんなことはないんですけどね。はい、ハンドルカーボンなんですね、これ、うん、車内品、いや、純正だよ。純正なんですか？そうそう、純正なんだけど、これ、カーボンだけここだけ張り替えたの。あ、そうね。あ、そうなんですか？うん。あ〜ぐらいした。マジですか？うん、俺したら中古買います。今、立山の法務局に到着しました。ちょっと土地を調べないといけないので、これからちょっと帳簿見に行きます。じゃあ、行きます。はい。今、法務局へ行ってきましたけども、現場の図面はないみたいですね。これから現場に行って、測量をちょっとやります。で、戻ってきたら、屋根が開いてたんですね。はい。屋根が開いちゃってるんですからね。海が近いから、だって。え、ね、海近いんでしょ？海近いですよ。もうすぐそこですから。僕仕事に来てるんですよね。いや、でもこっち暑いですね。今は上着は脱いだんですけど。まあ確かに。そんな気分になるかもしれませんね。本当に。まああと1キロぐらいで着きますんで、現場は。はい、でまた現場で。とりあえず現場に着きました。結構広い土地なんですね。はい、じゃあ。草刈りから始めますんで。草刈り？え、はい。草刈りするの？はい、します。だって、メジャー、してないんだけど。マジっすか。メジャー引っ張るんで。見てくださいよ、これ。邪魔じゃないですか。まあ、とりあえず頑張ります。
屋根がなんか青森からも当たり前だね。当たり前なんですか。なんか落ち着かないな。これから一応終わりましたんで、まあいろいろ問題ありますけど、まあなんとかやっています。これから帰宅に向かいますけど、2時間半ぐらいかかりますかね、高速使って。今海沿いを走ってます。オープンかな。まあ、いいんだか悪いんだか、ちょっと落ち着かない感じですよね、僕は。そうですね。トッピーさんの東本あの時のこれちょっと見てください。この人数すごいですよ、ね、いやこれ人数というよりさ、はい、すごいよこれ。何しますか。ヒューベね、ゴンゾウ、カメキチ、トモキチ、トラゾウ、ワジですか、コサブロウ。いやなんか言ってたけど、もう死んでる人もいるって言ったけど、ちょっと年いった人ですね。いつの時代よこれ。大正明治、順之助だよ。小松、伊兵衛、長兵衛、マジですか。うん。吉蔵、松蔵、豊吉、勝五郎、百蔵とかすごいよこれ。マジですか。そんな名前なんですか、ね。勝五郎、孫七とかさ、これ江戸時代じゃねえのかって話だよこれ。はい。マジですか。これなるほどね。まあなんだかんだちょっと大変そうですよね。あこっちは宅地なんだ。こっちは田んぼだ。うん、ちょっと幼稚園とかしてる感じ。まあこんな感じですね。